してもだよ。チャンネル登録よろしくお願いします。始まるよ。皆さんこんにちは。今回はこの音声で読み上げます。驚くほど快適になる音声操作です。ぜひ参考にしてください。一度設定すれば、起動後何もしないで音声コマンド待機になります。 OK Google、 Spotify で桑田佳祐を再生して、再生開始。 OK Google、 モビリンクアプリ、モビリンクドライブが快適になるカーナビアプリを開きます。OK Google、ヤフーカーナビアプリ開いて、バイカーナビを開きます。OK Google、 Spotify 開いて、 Spotify を開きます。OK Google、 今何時ですか？時刻は14時29分です。OK Google、 中市の今日の天気は？今日の中市は予想最高気温23度、最低気温10度で曇りですが、後に雨が降るでしょう。現在気温23度、晴れです。ポップアップを閉じる方法。枠外をタップ。 OK Google、 もう一つの方法。 Spotify 開いて、 Spotify を開きます。開いているアプリを言うことで閉じれます。 OK Google、 オービスアプリ開いて、アプリを開きます。OK Google、 Spotify 開いて、 Spotify を開きます。 OK Google、 3500×2500 は？ 3500×2500 は875万です。 OK Google、 なぞなぞしましょう。謎々を始めますね。新しい車は新型では、壊れかけの車は何型でしょう。今から答えを考えてくださいね。では答えをどうぞ。ガタガタ。これはすごい。なんと大正解です。OK Google、 AGMA アプリ開いて、アプリを開きます。応答しなくなった時はタスク消去で復活します。OK Google、 自宅まで案内して。OK Google、 カーナビ停止して、カーナビを停止しています。
Google アシスタントをタップ。ポップアップ出ますので、設定をタップ。ボイスマッチをタップ。同意するで進めていきます。音声モデルをタップ。音声を認識させます。指示通りに読み上げます。この操作で本人のみ認識します。ロック画面をタップして、オンにします。応答する音声を変えるには、ここで選びます。その他の項目はそのままで。この操作で音声コマンドを受け付けます。Google アプリからもできます。設定から Google アシスタント。同じメニューが出ます。自分好みに設定してください。間違いなく快適になります。お試しください。ご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。